さあ、もう逆光がすごいけど、買ってきましたよってことでね、まあお惣菜メインですけどね、いや安いじゃないですか。京都のど真ん中ですけどね、あれですよ、それね、天ぷらとかもね、普通にね、あの詰め合わせでね398円とかでね売ってますからね、これ一歩外に出て両手に入った瞬間に片手いっちゃいますからね、桁が変わりますからね、確実に。いやすごいじゃないですか。もう地元の人、完全に地元の人向けって感じでしたね。全然観光客の方もいないし、もうあのもうね、もう常連さんと思われる地元の方と、店員さんがね話されてましたけど、もう度がつく京都弁でね、京都弁に度はつきませんけどね。まあ、でここが駐車場なんだ。もう、いかにも。これは何の、なんかの店なんかな。あ、商店街も兼ねてるみたいですからね。29から30。これ、軽自動車。すごい。まあ、どっちにしろ軽自動車しか、はい。この道は。これはちょっと、うん。車でちょっと、一軒さん入るには厳しい感じですけど、いやーでも、いいの買いましたよ。ちょっとね、これで京都やったら、普通に京都のスーパーやったら売っとんのかなっていうね、あんまこっちでは全然見やんようなものがね、ありましたね。それもね、ちょっとね、驚きました。ここのスーパーが独特なのかもしれませんしね。ね、独特って言ったらね、もう、レイアウトもね、京都だよなと思ったのが、ほうれん草のレイアウトよりも水菜のレイアウトの方なんか前に来とるとかね、動線の、うん、まあ旬の時期っていうのもありますけど、やっぱあ、そうか、水菜を使うことが多いんかなっていうのがね、分かるとかね、地域差ありますが、こっち愛知の方ではやりませんからね、ああいうレイアウト、うん、やらんと思う、やっとるとこあるかもしれませんけどね、探せば、うん、とかね、あと、あ、やっぱサンマ、塩サンマがあるのはね、まあそれはね、三重も一緒ですからね、愛知もまだ塩サンマあるっちゃあるか、うん、あれ東の方に行くとないっていう噂を聞いたことがありますけどね、うん、まあでもやっぱちょっと値段がやっぱ今年は高いですね。270円ぐらいしとったかな、一匹、うん、でね、あとはね、これも京都ならではなのか、ここなのか分かりませんけどね。うん。合鴨がめちゃくちゃ売ってました。結構なレイアウト占めてましたね。鶏肉コーナーの中に合鴨コーナーみたいなのがあって、鴨がドーンと売ってるってね。これもね、面白い。で、なんか全体的に鴨しゃぶやるようなね、レイアウトになっとったりとかね。っていうのがあってね。あと、惣菜もね、面白いもん。ああ、これはね、ちょっと買ってきましたからね。あとは読みしましたが、あとやっぱし、ね、値段はね、全然やっぱし、うん。そんな京都価格なんて答えません。やっぱスーパーって素晴らしいですね。うん。で、飲み物もね、サンガリアのお茶でしたけどね、65円でしたからね。いやいや、安く済みました。お値段がね、こんな感じ。いやー、京都でもね、安く済ませる方法ありますから、リーズナブルに見れますからね。こういう風にね、やっぱ一本入るとね、面白いですね。またちょっとぜひおいたし、あ、ここでこの道に戻ってくるんだ。はいはいはい。あ、ツアーって感じですね。ツアー、まあまあ多いの、もう結構多いな。ああ、まだおるのね。あ、まだおるね。あ、もうちょっとでも。まあ今ぐらいから見始める。おお、まだまだもこれね、はいはいはい、どうかな、これさっき、ああ、これさっき戻ってきたんですか。こっち行った方がいいな。これがさっき通ってきた筋ですからね。あ、やっぱ結構観光の道として俺間違ってなかったんよ。へえ。ん？あ、嘘ついたね。私そっちの道から来たね。さっき サウナの、これあったもんな。やっぱ一本筋出とんね。そんなもんですよ。で、さっきのあの川沿いとかの風景を映してね、あの辺りで食べれるところがあったら、
最高じゃないですか。ああ、もうすっかり見て、あれ？今10時40分？おおおお、もう11時前や。あれ？確か私10時半には大阪におらなかんのってどうのこうのって言うとったよな。あれ？もう今日もまた予定がもう適当ですからね。ただそう、こっから丹波橋から、そう丹波橋経由であっちの方に入っていくみたいなんですけど、京阪の淀屋橋の方にね、すごい紅茶専門店、量り売りとティールームは、私実はねコーヒーより紅茶派なんですよね。ちょっといいお値段しそうな感じ。いやもうなんかいいですね。いや京都にあってほしいものがやっぱありますよね。京都にはだって京都だもんね。うん、こういうところも おしゃれな店とかありますもん。そうそうそう、鴨川へ。私さっきからこれよく貼ってるなと思った。一泊一泊で、ああ観光案内かなんかなんかなと思ったら、いち早く相談しましょう。児童虐待相談ダイヤルだったんですね。覚えときましょう。はい。処方箋。これ鴨川か。あ、そっか、鴨川だからなのかな。鴨川だから鴨が食べる文化があって、スーパーでもあれ売ってるとかっていうオチなのかな。で、五条四条だよ。五条の本茶いいですからね。これ渡ったところ、渡ったところで綺麗そうですけどね。地下通路は通れなさそう。もう当初の目的を完全に忘れて、もう完全に京都観光になっちゃってますけど、行きますからね、ちゃんと大阪にもね行きますよ。うんうん、ミニアパートか最近増えましたね。あの狭い敷地でうまいこと 2世帯から4世帯ぐらいが入れるようなね、司さんなのかな、フードドライブ、ゲスト、あ、ゲストハウスか。へえ。こっからもう五条駅の方入れるみたいですけど、せっかくやからちょっと向こう側の景色もっとしましょう。はい、なんかサムネに使えそうじゃないですか。多分この京都見とるだけで4本ぐらいには分けそうですよね、私の場合だったら。普通はここのあたりを5分ぐらいまとめてやるんですけどね、まとめませんよ。うん、もうこのスーパー1本でやりますからね。うん、いやこの重箱の隅をつついていくスタイルね。向こう側からもあっ京阪に乗れるしいいじゃん。ああ川辺がある。おお、これはこれはだいぶ京都っぽいぞ。だいぶというか、これぞ京都って感じじゃないですか。わあ、いい景色だ。ああ。これ昔ながらの旅館って感じですよね。ああ。ずらーっと並んで。川沿いリバーサイドですよ。わあ、いいな。いや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 。で、こっちから。一番乗り場なんかもあるんですね。大阪の方に行くあれながら。ただベンチとかはなさそう。ちょっと座ってご飯を食べるっていうのは難しそうだし、地元の方は、頑張って清掃作業していただいてますね。いやよし。どうやって降りるんやろ、これ。地元の人しか知らない秘密の道があるんかな。
あ、階段が向こう側にありますね。こっち側は、あ、そっちにあるわ、階段。よし。で、本題に戻って、京阪乗ってきましょう。そう、本当はもうここからすぐでしたからね。そう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 。乗り換えは本来は便利ですからね。こんな無駄足ばっかし歩いてますからね。はあ。